はい、どうも皆さんこんにちは、おはようございます、こんばんは、ハトクマです。ということで、東京プロメンズフィジークのね、出場リスト発表されたということで、前回全選手紹介いたしましたが、もう男子はメンズフィジークだけじゃないんだよね。もう東京プロはクラシックフィジークが昨年から始まっておりまして、クラシックに関してもリスト発表されております。こんな感じですね。ということで、今回はここの選手たちをご紹介したいと思います。で、またですね、インスタグラム分かっている選手に関しては概要欄にね、インスタ貼っておきますので、今回見て気になった選手などいましたら、皆様ぜひね、フォローいただいて、ご自身でですね、またこう推しメンとして推し活動していただければなというふうに思うんですが、今回出場する選手は全部で14人ということで、まあ、前回の東京プロと見比べるとですね、まあ、約半分以下になっております。で、半分ぐらいがね、日本の選手なので、これまた順位予想動画ね、クラシックも出すんですけど、もう先に言っちゃいます。ここでも優勝する可能性、日本人がね、めちゃくちゃ高いです。クラシックは特に高いと思ってます。ということで、まあ、早速ね、そんな日本の選手も含めて海外の選手はじゃあどんな人が出るのかっていうところね、ご紹介していきたいと思いますが、まずお一人目、日本人 IFBB プロ、ユウスケ・フローレスさんでございます。2021年にプロになられまして、ついにプロデビュー、非常に楽しみです。そしてお次がですね、ムラット・カン・カラハサンラルという選手になりまして、竹本さんがね、今年台湾のプロ大会出られていたと思うんですけど、そこで準優勝した選手になります。なので、まあ、直近の順位だけで言えば、この選手がまあ優勝候補にはなります。そしてお次の選手がキム・ヒョンジンという方で、2023年にね、山岸さんのプロクオリファイ、まあ、要は日本でプロになられて、その後韓国の大会に出られて、6位に入ったりしております。そしてお次は我らがシンさん、児玉慎一郎プロでございます。昨年の東京プロでは10位に入られておりまして、海外でのね、クラシックフィジーク大会の経験もありますし、まあ元々はね、ボディービルダーとしてね、歴長く、まあ、筋肉を作り込まれてきていて、まあ、そこから出てくる筋肉のボリュームはね、マジで必見です。そしてお次がバルキー小松さんこと小松慎吾さんですね。で、バルキーさんに関してもプロデビューになります。で、日本人選手の中で、まあ、画像を見た中でだけど、コンディションはね、ピカイチにやばいんじゃないかなって思っています。まあ、ここのプロデビュー、まあ、そのユウスケさん同じくプロデビューはね、非常に楽しみですね。はい、そしてお次がですね、リ・カシンという選手になりまして、昨年の、まあ、韓国の大会とかで12位になられたり、東京プロにもね、出られていた選手になります。そしてお次がリール・スワンという選手で、この方も日本の大会ね、何大会か出ているので、まあ覚えているね、方もいらっしゃるんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、まあ、あのポージングが非常にね、こうダンスみたいな感じで面白いエンターテイナーみたいなね、選手になります。で、もともとメンズフィジークの選手だったのが、今クラシックフィジーク選手になりまして、今年はですね、キム・ジュンホコリアプロっていうところで6位になられたりとか、まあ、中国の大会でね、5位になられたりなどしております。そしてお次の選手がレダ・ナールシディンという選手になりまして、この方はね、おそらく2022年に今プロになられてるんですけど、プロデビューなのかな、ちょっと違ったら申し訳ないんですけれども、はい。そしてお次は我らが長島ユージーンさんですね。今年はニューヨークプロに出られております。日本人選手の中だと一番身長高いのかな、まあ、要は一番手足が長くてね、一番ザ・クラシカルなね、プロポーションされてるんじゃないかと思いますが、そしてお次の選手がパク・ソンフンという選手になりまして、昨年の台湾プロで4位に入られた選手になります。そしてまたまた我らが日本の IFBB プロ、竹本直人さんですね。今年は台湾プロに登場されております。そしてお次がメンズフィジークのね、選手紹介の時に、まあ、あのこの人多分クラシック出ると思うんだけどって言ってご紹介したワンスキという選手になります。で、やっぱりね、クラシックの選手だったみたいで、まあ、すでに選手リストの方はね、移動しておりました。そしてお次の選手がユン・ソミンという選手になります。で、多分この人だと思うんだけど、2021年のトロントプロで6位とかにね、入っている選手になります。ちょっとインスタが分からなくてね、あのもし分かる方いたら教えていただきたいんですけれども、そして最後が我らがキング・湯浅さん、湯浅幸寛プロでございます。で、まあ、湯浅さんに関してもですね、もともとメンズフィジークの選手、まあ、昨年までメンズフィジークのプロで、今年クラシックデビューに、まあ、なられるんですけれども、2021年はね、日本人として初めてメンズフィジークオリンピアンになられましたし、
2021-22と2年連続オリンピアにも出ております。昨年はメンズフィジークの戦績になりますけど、東京プロでは3位にね入られております。非常に楽しみなので、まあ以上がね、まあ選手リスト全14名になるんですけれども、日本からはプロデビューがね3名いらっしゃいます。ゆうすけさん、バルキー小松さん、キング湯浅さんですね。でその他の選手はもうすでにクラシックフィジーク出られている。特にまあシンさんなんかは何大会もねこう3年ぐらいにわたって出続けてますので、やっぱり一番日本の選手の中では歴が長い感じになるんじゃないかなっていうふうに思うんですが、そこにね、まあ対して海外の選手たちがまあぶつかってきて、どんな白熱したバトルになるのかっていうところなんですけど、まあさっき冒頭にも言った通りですね、まあ人数が少ないっていうところもあるんですが、まあ昨年と比較した時にやっぱこの大会で優勝していたりですとか、もうやばいっていう体の選手が、いやどうだろう、いや逆に日本の選手の方が海外の選手から見た時にやっぱり体してる可能性もあるんじゃないのって正直思うラインナップだったんだよね。まあこのあたりはまた順位予想でねお話ししたいと思うんですけど、はい、というところで、まあ皆様いかがでしょうか。こちらがねメンズクラシックフィジークの出場リストの紹介でございました。はい、ということで今回の動画はこちらで終わりたいと思いますが、ぜひともですねメンズフィジークがねやっぱり日本は一番盛り上がるし、まあ有名な選手も一番多いんですけれども、クラシックもねどんどん盛り上がっていくと思いますし、皆様ぜひね盛り上げていただきたいと思いますので、クラシックフィジークの応援もよろしくお願いいたします。そしてですね、またぜひともですねハトクマチャンネルのご登録まだされていない方いましたら、帰り際にチャンネル登録ボタンのクリックしていただけると嬉しいです。お願いいたします。ということでまた次回の動画でお会いいたしましょう。それでは皆様バイチャ。